ジョバンニ・バッティスタ・カスタニエートはイタリア生まれのブラジルの画家である海洋画や海岸の風景を描いたジェノバで生まれた父親は船員で船員として働き1874年に父親とリオデジャネイロに移住したイタリアで美術教育を受けていたかどうかは知られていないが美術に関心があってリオデジャネイロで帝国美術学校に入学しようとした 後の研究によれば、入学を望んだ時点で23歳になっており、17歳以下で、あることを求める入学資格を満たさなくなっていたので、父親は、息子の少年を1862年と偽った。1878年から1884年の間、帝国美術学校で、ジョアン・ゼフェリーノ・ダ・コスタやビクトル・メーレレスに学んだ。百八十三年には、ゼフェリーノ・ダ、 コスタの助手として、リオデジャネイロのカンデラリア教会の装飾画も描いた。ドイツ生まれで1882年から1884年の間、美術アカデミーの教授であったゲオルク・クリムの指導も受け、クリムはアカデミーと対立して辞職し、ニテロイにスタジオを開いたとき、行動を共にした。クリムを中心とする、グリムグループと呼ばれるグループには、アントニオ・パレーラスや、 イッポリとボナベントラカロンらの画家がいた。リオデジャネイロの工芸学校やニテロイの学校で教え、1886年にリオデジャネイロで古典を開いた。1890年にフランスに渡り、1893年までヨーロッパで修行し、パリに滞在した後、港町トゥーロンに滞在し、海洋画家、風景画家のフレデリク・モンテナールやフランソアナルディに学んだ。 ブラジルに帰国後も海岸の風景を描いたが1900年にリオデジャネイロで亡くなった。ありがとうございます。